おはようございます。本日はデカトロンのスタンドアップパドルを紹介したいと思います。こちらのサップは11フィートで約3メートル35センチあります。最大耐荷重が320キロあるので、お子さんとの2人乗りやペットと一緒に乗ることもできます。もちろんライフジャケットは必ず使用してください。基本の立ち位置ですけれども、持ち手の両サイドになります。スリットが入っていて滑りにくくなっておりますので、この両サイドに立つようにしてください。パドルの持ち方ですけれども、持ち手このようになっております。握りやすいような形状になっています。で、先端部分ですがちょっと角度がついています。で、水をかくときは前方方向に向かって角度がついているようにして水をかいてあげてください。では水をかくときに反対側でかいてしまうとどうなるかですけれども、こちらの状態に水をかいてしまうと、水をかいた最後の部分でサップの上に水を巻き上げてしまいますし、かいてる時に水を斜め上の方にかいてしまいます。これだとどうしてもうまく推進力が前に伝わらないので、必ずこのような状態で水をかいてあげてください。